3月8日日曜日夕方5時を回りました。増田五郎生恥レディオ、パーソナリティの増田五郎でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今月のね終わりの方にですね、27日だったかな、京都の、僕京都出身なんですけど、同級生がね、ちょっとバンド活動やってまして、でいろいろイベントなんかもねちょこちょこやってるんですけども、でそれでよかったら、出ていただけませんかと、オファーを頂戴しましてですね、で久しぶりの京都ちょうどいいね、久しぶりに京都ちょっと行ってみたいかなと思って、行くことに、いたしました。その呼んでくれた同級生というのがもう本当に中学、から会ってないんですよ。実は中学からっていう、でも中学でも1年の時一緒のクラスだっただけで、あとあんまりちょこちょこ別にたまたま顔合わせたら喋りますけど、そんなにでもクラブ一緒だったから喋ったかな、3年前喋ってたかもしれない、すいませんなので仮に中3だったとしたとして15歳、僕は今51なので何年ですか何年ですか、20で35、35年が6年ぶり、干支が3回りしてますね。ぶりに会うと、なぜ連絡を取り合えるようになったかというと、Facebook でね5年前ぐらいかな、 Facebook 始めたり、初めて少しちょっとね、楽しみ始めていた頃に、なんかちらちら目にその名前が出てくるようにはなってたんですけども、全く僕覚えないんですけども、僕が友達リクエストしたみたいなんですよ。本当にこれ正直バグったんじゃないかなと思ってるんですけども、でそれでありがとう、友達リクエストしてくれてありがとう、嬉しいわみたいな感じの連絡をいただいて、それからたまにちょっとメッセンジャーなんかでね、近況報告をし合ったりとか、僕が京都に行くタイミングがあったら時間があったら会いますかみたいな連絡をしたりみたいな、ただ向こうも同級生のね集まりがあるからよかったら来てよみたいな、だから僕当時関東にいた頃によく連絡もらってたんですけども、なかなかね関東だったんで一度も、行けたことはなかったんですけども、ということでね、今回おかげさまでまた誘いをいただきまして、ちょうどタイミング的にうまく合いそうだったんで、このライブに出ようかなということにしました。なんとね、僕の、兄貴分の秋人さんという、もう京都のもう重鎮ですね、ヤマハのポップコーン優勝したりしてるようなすんごい人なんですけど、なのでこのちいちゃなね友達のイベントに秋人さんと一緒に出るよって言ったら、ちょっと向こうはかなり恐縮はしてくれてるんですけどもでも秋人さんと僕が行くっていうことで今とても喜んでくれてるようで、僕もすごくねライブを楽しみに、してまして、ちなみにこの同級生というのが実は女性でして、もう本当に顔もね Facebook とかでたまに見るんで、こんな顔してんのかみたいな感じでは思ってるんですけども、本当に中学3年から彼女と会ってないので、もう子供さんも大きな子供さんがいてね、Facebook でそれも見るんですけど、大学生ぐらいかなの子供さんがいたりして、なんていうかな、彼女は本当に当時アイドルになりたいなみたいなぐらい言ってたぐらいの、本当に綺麗なというか可愛い、女性でして、もう本当に学校のマドンナ的な女性でした。で僕剣道部だったんですよ。で彼女も後からたまに聞くと、剣道部でそういえばそうだったねみたいな話をこの間してたんですけど、剣道部で一緒だったから、さっき僕中1で一緒のクラス以来会ってないって言ったんですけど、確か剣道部が一緒だったから会ってたはずだなということを今、思い出したりなんか、してますが、でこれね、別に本気でも何でもなく半分冗談なんですけども、斉藤和義っていうのは、僕も好きで、彼女もライブに行ったりしてるみたいで、その人の曲で、同級生をね同窓会の時にずっと好きだったよみたいな、歌う歌がありまして、こんな曲を今かけてみたら面白いかなということでかけてみたいと思います。斉藤和義でずっと好きだった、ライブバージョンで聴いてください。斉藤和義さんのずっと好きだったを聞いていただきました。なんかね、こんなことがあったらないですよねということでですね、京都、3月末のね京都とても楽しみにしてるんですけども、まあ、ライブが27日で、そのライブの日に僕確か京都に入って、そこから1泊2泊2泊だったかな、まあ、2泊だったか3泊だったかするんですけども、ね、もう最後の晩餐に食べたいものがもう僕は大体京都にありまして、そのお好み焼きのね美味しいお好み焼きっていうとね、大阪のね関西のお好みっていうと大阪のお好みをイメージされるかと思うんですけども、まあ、京都にももちろん大阪のねスタイルのお好み屋さんが一番多いんですけども、京都のちょっと南の方の東九条という、パッチギとかのねホームになってるようなパッチギとかのなんですか、ドラマ映画に出てきた場面のね、場所なんかに行くと、ちょっと薄く引いてなんていうかねベタ焼きっていうんですけど、粉をひいた上にそばをのせ、まあ、広島のお好み焼きに近い感じで、神戸とか広島は焼きそばを焼いてから挟むんですけども、京都は焼きそばあれ焼かずにそのままの麺のまま挟むんですよ。それに、はい、まあ、見た目はだからああいう感じのお好み焼きですね、広島とか神戸の、あれがね本当に美味しくって、まあ、それを最近ちょっと炭水化物をね控えてますけども、それは食べに行こうかなと。で、あとカルネっていうねシゼ屋さんっていうパン屋さんにあるカルネっていう、ただフランス柔らかめの丸いフランスパンに玉ねぎとハムが挟まってるだけっていうのがあるんですけど、これがまた美味しいんですよ。でこれはそんなにディープな食べ物じゃなく、普通に京都駅だとか河原町だとかに行くとシゼ屋さんってそこら中にお店がありますんで、もし京都旅行にね行かれる方がおられたら、食べてみていただけたら本当に美味しいです。めちゃくちゃ普通なんですけど美味しいです。で最近カルネにもねなんかチーズ挟まってるやつとかペッパーカルネだとかなんか多分いくつかできてるような、感じを受けるんですけども、僕は普通のオーソドックスなカルネをぜひ食べてみてほしいなと、思っております、でまああとはなんだろうな、餃子ですね、ミスター餃子というところの餃子とか、あとまあ沖縄にはない、ね、京都が本店の餃子の王将であったりとかで、まあ、最近ねちょっと炭水化物を控えてるんで、本当にラーメンもね行きたい店いっぱいあるんですけど、まあ、ちょっと炭水化物控えてるんでラーメンだとかうどんだとかはもうちょっとできるだけ我慢しようかなとは今のところは計画をしています。であとその先週話した浮島通りにオープンされた万卓さんの本元である万能さん、天王寺の方にあるんですけども、こちらの本店もねちょっと僕まだお邪魔したことないんで、今回ちょっとタイミング合えば万能さんの本店にもお邪魔してちょっと美味しい焼肉を、食べに行ってみようかなと思ってたりとか、もう食べることばかり言ってますけどね。であとまあうちの、まあ、じいちゃんとガナハのねじいちゃんとかの墓も京都にあるんで、まあ、墓参りに行ったりとか、であとまあちょっと思い出の場所に行ってみたりとか、まあ、してるうちにあっという間にね次は3日ぐらいすぐ経つんじゃないかなと。でなんかそういえばなんか大阪にめっちゃかっこいいヴィトンができたみたいなんでね、それもなんか見に行ってみたりしてみたいですよね。まあ僕、何年前ね 4,5 年前ぐらいに京都離れて東京に出て今沖縄にいるんですけども、まあ、その間多分ね2回ぐらいしか京都行ってないんですよね。なんかこう3回目の京都はまたとても楽しみで、あ、そうそうそう、だから3月の末なんでちょうどねタイミングが合えばソメイヨシノの桜が咲いてる季節だとするならば、僕の好きだった京都の桜のスポットなんかにもね行ってみたいなと楽しみにしております。ちょうどそのタイミングで桜を咲けと、願っております。あともう一曲ね、今日はね斉藤和義さんの曲をもう一曲かけてみたいなと思うんですけども、これなんか僕すんごい好きな曲で、なんかね別バージョンのアルバムでは、別バージョンかな、古内東子さんのなんかカバーアルバムに入ってたのかな、なんかでね斉藤和義さんと古内東子さんがデュエットするバージョンがあるんですけども、なんかねこうなんていうかな、そのリズム感も良くて、曲の内容もなんかよくわからないんですけど、なんとなく良くて、とても大好きな、曲なんで聴いていただけたらなと思います。これもまたライブバージョンですね、斉藤和義さんで Don't Cry Baby。斉藤和義さんで「Don't Cry Baby」って曲を聴いていただきました。なんかねリズミカルでなんかいろんな何ていうんですかね、仲の良さそうなカップルの名前とか言ってんで「君と僕」とかね、おしべとめしべでホットケーキとかね、なんか楽しいね歌だなと思って結構好きな曲で聴いていただきました。ね、京都でねやるライブで何をしようかな、多分持ち時間何分ぐらい聞いてないな、そういえば多分3、40分ぐらいだと思うんですけども、もっとあんのかな、まあカバー曲をね中心にやっていこうかなとは思ってるんで、まあこういう曲もねちょっと候補に、入れてみながら今いろいろ楽しくね妄想してます。そろそろね決めなきゃダメだなとねは思ってますけども、京都のね、なんてとこだったっけな、千本中田中里のちょっとすいません忘れましたライブハウスやりますんで、もしよかったらね僕の会社のホームページの方に連絡いただいたらチケットの方も準備できると思いますんで、お気軽にそちらの方も京都でね、一緒に京都までついていきますよって、この機会だから京都行きますよみたいな、連絡もらえたらもうとっても嬉しいんで、お待ちしております、京都でなんかおごりますよ一緒に来てくれたらということで、ライブの、お知らせであったりとかそういうことで、でした。京都にはね本当に食べたいものばっかりねいっぱいありますんで、それもね今も妄想しながらもう結構ね手帳に真面目にね何時頃お好み焼きに行くみたいなねスケジュールをね真面目に書いたりなんかもねやったり本当にしてます。ということで、うちの会社の方がですね、アマハジレディオのアマハジは沖縄の軒下空間、沿岸みたいな場所ですね、あそこは、内側と中側を緩やかにつなぐ、場所、僕はそういう内側と外側を緩やかにつなぐアマハジのような、ラジオ番組したいなということでアマハジレディオと名乗ってやっております。そしてアマハジセブンという会社を運営しておりますので、そちらの、ホームページアマハジセブンと打っていただいたら、ホームページが出てきますんで、そちらの方でインフォのところから、なんかお問い合わせだとか不動産相談だとか、まあ、なんかラジオでこんなお話してほしいよとか、なんか所属アーティストのねナシルに関するお仕事の依頼であったり、ナシルさんちょっとパーティーで司会してほしいんだけどとか、結婚式の司会とかお願いできますかみたいなご依頼も、お気軽にそちらの方で承りますので、大体いくらぐらいかかるんですかみたいなことをただ聞いていただくだけでも結構ですんで、お気軽にそのあたりも連絡いつでもお待ちしております。僕的にね今のところまだ一回も来てないんですけども、一番嬉しいのは、例えばなんか不動産だとか家を建てることに関して、今建ててる最中の人でももちろんいいんですよ。なんか今やってる会社さんとの悩みがあって、こういう時ってどうしたらいいでしょうねとかで、今こんな状態のまあ何ですかね、夫婦で今話し合ってるんですけど、どこからどう手をつけていいでしょうね、どういう方向にしたらいいでしょうねとか、これでちょっと夫婦喧嘩しちゃったんですけど奥さんにもなんて話せばいいですかみたいな、そんなことでもお気軽に、ラジオで話す分にはお金は一切かかりません。まあ別にラジオに話さなくてもお金かからないですけどね、本当に必要があれば、まあ、ラジオで話すだけじゃなく本当に仕事としてお会いして、その後、もしこういうことをするならばこういう費用がかかるかもしれないですね、でもこのぐらいまでの相談は聞きますよみたいなお話も、含めてやらせていただきますんで、お気軽にアマハジセブンと検索していただいて、ぜひ連絡をください。そして先週もねお知らせしました、浮島通りの焼肉万野さんですね、こちらの方も、どんどん今ねまだもうオープンしたばっかりなんでね、結構まだ店の方はにぎわってると混んでる日が多いかもしれませんけども、でも営業時間がね15時から24時ととても長い時間で、今のところ基本定休日はね設けずにやるっていうことですんで、ぜひ行ってみてください。那覇市牧市3丁目3番20号、焼肉満卓さんですね、こちらの方に僕の方お手伝いさせていただいたとても素晴らしい焼肉屋さんですんで、ぜひ皆さん足をお運びください。そろそろね、お別れの時間が近づいてまいりました。今月もね、先月に続いてエンディング曲は、弊社の所属アーティストナシルのうつぐみっていう曲を聴いていただいております。彼女は、BEGIN の島袋雅郎さんのプロデュースでデビューしまして、東京あたりのね、沖縄イベントなんかでもとても有名な、もうあちこちで出させていただいております。こちらの方でもね、いろいろテレビに出たり、ラジオに出たり、活躍しておりますので、また目についたら応援してやってください。そして彼女のね、歌の依頼とか小さなものでも結構です。そして司会の依頼、結婚式の司会、そしてなんかイベントとか会社のね、会合の司会だとかっていうのもお気軽にうちのホームページの方からご連絡いただけましたら、相談に乗らせていただきたいなと思っておりますんで、そちらもお待ちしております。ではね、時間の許す限りナシルのおつぐみを聞いていただきながら、今日もお別れしたいと思います。増田五郎生八レディオでした。ありがとうございました。